レペゼンタイマーが世界一。クッシュ、皆さんこんにちは、 DJ カトです。皆さん、ジョーブログのあの動画見ました？あの西成のおっちゃんたち、警察にね、強制退去させられて、で落ち込んでるだろうおっちゃんたちにお酒をおごって、でパリピコールで励ますっていう動画なんですけど、見ました？正直な感想を言います。感動しました。いや本当にね、涙が止まんなかったんですよ、見てて。あのジョーブログの本当に人の良さというか、困ってる人たちをね、どうにか助けてあげたいという気持ちが伝わって、もう涙が止まりませんでした。もうあの動画を見てからね、本当に2日3日は泣き続けてます。でね、今日はあの感動的な動画をね、マリファナ吸ってみたらもっと感動するんじゃないかなと思って検証してみたいなと思います。ジョーブログマリファナ吸ってみたら涙もっと止まらない説です。それでは早速やっていきたいなと思います。あー、これ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 、チューハイをおじさんにあげようとしてますね。いやー素晴らしいですね。あ、手つないでますね。やばい。強制退去って言ってるけど、あの建て替えのための移転なのに、なんかそこはね、あまり問題にせずに、なんか強制退去させられたかわいそうなおっさんたちだけみたいな視点で、あの動画作ってるのがクソだなと思って、最高ですね。感動が止まんないです。だって強制退去させられたことを訴えるよりも、その移転先の施設に、まあ、その不満があるんだったら、そっちをね助けてあげた方がいいじゃん。どっちみち建て替えするんだからさ。いやー、もうホットジョーブログ感動だわ。うん、はい、まあ、こんな感じでですね、あのジョーブログ普通に見るだけでも感動するんですけども、マリファナ吸ってね見るとさらに感動することが証明されました。今回は以上です。ガッシャー。チャンネル登録してね。チャンネル登録して。